ハム喜ぶハム子ちゃん、帰宅して喜ぶハム子ちゃん、ハム、ああ一番のアゲアゲをさっき終わらしちゃったからな。ハムハムハムなんか外見てんだけどハムハムチロが来たから。あ、チロが来たからか。何その面白い構図は。もうまで来た。みんな来たこっち。落ち着こうとしとるぞ。チロもチロでベッドに走る。ハムちゃんそこでいいの？ハム？ハム？どんなんよこれ。あ、降りた。ハムちゃん。チロも意外と懐いてんの。うん、結構部屋来るよ。モピだけどこ行っちゃったね。モピもよくそこの爪研ぎに座るんだけどね、本棚の前にいるやつ。あ、チロは狙っとる。やめた。普通に撮ってるけどさ、うん、君寝巻き散乱しすぎじゃない？そうだね。グッズはグッズはどうでもいい。あ、水置く場所考えなかんね。前缶バッジが錆び取ったもんね、一個。そうだね。そんなに幅がねえや。ねえ、ハムちゃん。ちっちゃい声でないと。なんか思ってたんとちゃう。もっとハムちゃんがデレデレするところを撮ろうと思ったんだけど、思ってたんとちゃう。ハム？あ、それそれ、そういうの。あららららら ら, ら。去ってくの？あ、思った。これハムちゃんしか使わんと、ほんと？うん、ハムしか使ったとこ見たことないね。ママ言っとったけど、うん、ハムちゃん専用って。ハム専用だ。去っていくんかい。マロちゃん温まっとるし、カーペット。誰がやっても去っていく、この人は。よかったね、ハムちゃん。ハムちゃん、甘えてみ、甘えてみ。化粧したみたいな跡が残っとるぞ。花粉症の跡が。なんで読み始めるの。いや、途中までだったから。ねえ、ハムちゃん。ハムちゃんが、かまって言うとるで。ほら、
漫画の中に入ってった。読ませへんでーってやっとるじゃん。かわいよ。ハムちゃんゴロゴロいっとる。ハムちゃんゴロゴロちょうだい。ゴロゴロいっとる。ハムちゃん顔が近すぎて顔が取れないけど。天才的角度で買おうと。ハムちゃんよかったね。でね、ハムちゃん今度ケツを顔に押し付けとんの。これ下から取れるか。綺麗にハムで顔を隠れとるでいいや。